号泣必至。ナンバーアンダーライン愛、故郷、名古屋で最高のステージ。WMF 一重引用婦24で見せた感動のパフォーマンス。伝説再びナンバーアンダーライン愛、WMF 一重引用婦24で名古屋を熱狂の渦に。ファン必見の熱狂。2024年10月13日、名古屋で開催される、ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24。 この日、名古屋の空気は特別な興奮に包まれていた。秋の心地よい風が吹く中、全国から集まったファンたちは、朝からフェスの会場に足を運び、待ちきれない様子で開幕を迎える瞬間を心待ちにしていた。特に、今回のフェスで注目を集めるアーティストの一人がナンバーアンダーラインイだ。彼の登場を待ちわびるファンたちの期待感は、SNS を通じて急速に広がっていき、 わずか数時間後に彼がステージに立つことへの興奮が熱く燃え上がっていた。ハッシュタグナンバーアンダーラインアイアンダーライン WMF、ハッシュタグワイヤードミュージックフェスチャといったハッシュタグが次々と投稿されるファンたちの声で埋め尽くされる。あるファンはぶちかましてきてね。put your hands up と期待に満ちたメッセージを送り、また別のファンはナンバーアンダーラインアイ、楽しんできてくださいね。 応援してますと温かいエールを送る彼らにとって、ナンバーアンダーライン愛はただのアーティストではなく、その音楽やパフォーマンスが心に深く響く存在であり、彼の成功を願う気持ちが一段と強まるのだ。その日、名古屋の街はいつも以上ににぎわいを見せていた。フェスの開催地である名古屋ドーム周辺には、多くのファンが集まり、T シャツやグッズを手にしながら、ナンバーアンダーライン愛の登場を待ちわびる様子が見られた。 NLE チョッパやウイチ、JP ザ・ワッピーなど豪華なアーティストが登場する中でも、ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが楽しみで仕方ないと語るファンも少なくなかった。彼らの中には、地元名古屋出身のアーティストとして、ナンバーアンダーライン愛が持つ特別な存在感に期待を寄せる者も,も多く、彼がこのフェスで見せるであろうパフォーマンスが、どのように観客を魅了するのか、胸を躍らせていた。 朝から続く SNS でのやりとりの中には、空はどこまでも繋がってるもんね。空を見上げてみたよ、やっと日が落ちてきて涼しくなってきた、と、日中の暑さから解放される感覚を共感する投稿もあった。このような何気ないやりとりの中にも、ナンバーアンダーライン愛の登場を心待ちにする期待が溢れている。実際、数時間後に彼がステージに立つとき、その熱気は一層高まることだろう。 フェスという空間が、単に音楽を楽しむ場所であるだけでなく、ファン同士の絆を深める場所としても機能していることがうかがえる。それだけでなく、遠方から参加できないファンも少なくはなく、彼らも SNS を通じて現地の雰囲気を感じ、ナンバーアンダーライン愛の成功を祈っていた。現地には行けないけど、遠くから成功を祈ってます。そして成功します。言霊だまと投稿するファンもいれば、 行きたくててもけけないけど、レポートを楽しみに待ってます、と、他のファンたちに現地での体験をシェアしてもらうことを願う声もあった。このように、物理的な距離を超えて、音楽がもたらすつながりが、ファンたちの間で強く育まれていた。フェス当日の様子は、その瞬間ごとに変化し、時間が経つにつれて盛り上がりも加速していった。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスが近づくにつれ、 現地のファンはより一層エキサイトしナンバーアンダーライン相まってる音楽めちゃくちゃ楽しんでます盛り上がってるのよすごいプチョヘンザ万歳といった投稿が増えていくこのフェスティバルのエネルギーは単に音楽だけではなく集まった人々の一体感や期待感が織り交ぜられているのだそしてその期待はやがて頂点に達し ナンバーアンダーライン愛がいよいよ登場する瞬間が近づいてきた。ファンたちは、ぶちかませ炎炎炎と声を掛け合い、まるでその瞬間を待つことが彼らの使命であるかのように、熱いエールを送り続けていた。その一方で、あるファンは冷静に、ナンバーアンダーライン愛、今日はどんなビジュアルでどんなパフォーマンスを見せてくれるんだろう、想像しただけで胸が熱くなると。 心の中で思い描くパフォーマンスへの期待感を抑えきれない様子だった。また、ナンバーアンダーライン愛が登場する前の会場の雰囲気についても、天気が良くて最高。娘と一緒に初めてのフェス、初めてのナンバーアンダーライン愛、といった家族連れのファンも楽しんでいる様子が見られた。このように、世代を超えたファンたちが一堂に会し、音楽を共有し、楽しむ場としてフェスが存在していることが、 このイベントの魅力の一つである。ヒップホップに初めて触れるファンもいれば、長年フェスに通い続けているベテランもおり、彼らが一緒になって盛り上がる様子は、まさに音楽が持つ力を感じさせる瞬間であった。フェスの幕が開け、ナンバーアンダーライン愛が登場するその瞬間、会場全体が一瞬静まり返り、次の瞬間には爆発的な歓声が響き渡った。ぶちかませ、という声援とともに、 彼の名前があちこちから叫ばれ、ファンたちは一斉に手を挙げてその登場を迎え入れた。彼のパフォーマンスは、まるで彼自身のエネルギーがそのまま会場全体に伝わるかのようで、ステージ上での彼の動きや音楽は、観客を圧倒し続けた。彼の存在感は圧倒的で、まさに期待通りのパフォーマンスを見せつけた。パフォーマンスの中で、彼が名古屋出身であることに言及すると、会場全体がさらに盛り上がり、 地元のファンたちは彼の言葉に依頼、大きな歓声を上げた。名古屋の誇りとして、ナンバー・アンダーライン・アイはそのステージを通じて、音楽の力と故郷への感謝を体現していた。ファンたちは、翔くん、岸くん、陣くん、ぶちかませと声援を送り、彼の音楽が彼らの心に深く刺さる瞬間を共有していた。フェスティバルの夜が更けるにつれ、ナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスは続き、 彼がステーージ上で繰り広げるる熱いエネルギーに引き込まれる観客たち彼の音楽は単なるメロディーやリズム以上のものを届けており、その場にいる全員が同じ瞬間を共有し、音楽を通じて一体感を感じていた。このような瞬間こそがフェスティバルの醍醐味であり、参加者全員が忘れられない体験を手に入れる瞬間だった。そして、フェスティバルが終わりに近づくと、ファンたちはそれぞれの思い出を胸に刻みながら、 SNS に再びその感動を投稿し始めた。ナンバーアンダーライン愛のステージ、本当に最高だった。あの瞬間を忘れない、といった声が次々と投稿され、フェスの余韻が続く中、彼らはすでに次のパフォーマンスへの期待感を抱き始めていた。このようにして、2024年のワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24は幕を閉じた。音楽を通じてつながった人々、 そしてその音楽の中心にいたナンバーアンダーライン愛。彼のパフォーマンスは、多くのファンにとって特別な瞬間となり、その感動が彼らの心に刻まれ続けることだろう。そして、彼の音楽がこれからも多くの人々に届き、さらなる感動を生み出すことを信じて疑わないファンたちが、今日も彼の活動を見守り続けている。その後も、 ワイヤードミュージックフェスティバル一重引用婦24でのナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスはファンの間で語り継がれ、SNS 上ではフェスの余韻が長く続いた。ステージで披露された彼の楽曲はもちろん、観客との掛け合いや感動的な瞬間が共有され、多くの人々の心に深く残った。あるファンは、ナンバーアンダーライン愛の音楽は、ただ聴くだけじゃなくて、感じるもの。彼の歌詞やメロディーが、 心の奥に響いてくると感想を投稿し、彼の音楽に対する深い共感を表現した。実際、ナンバーアンダーライン愛はただのアーティストではなく、彼の音楽は多くのリスナーにとって自己表現や感情の解放を促すものとして位置づけられている。フェスの会場で、観客たちは彼の音楽に身をいね手を上げ、声を合わせることで、日常では味わえない解放感や一体感を共有していた。その瞬間、 音楽は単なる娯楽以上の存在となり、リスナー一人一人の心の支えやインスピレーションの源として機能していた。特に、名古屋出身という地元の背景が強調される中で、ナンバーアンダーライン愛の音楽が彼のルーツと深く結びついていることは、多くのファンにとって共感を呼んだポイントだ。名古屋の誇りという言葉が繰り返され、彼がステージで地元に対する愛情を語るたびに、観客たちはより深い感動を覚えた。 それは単に音楽だけでなく彼の人間性やバックグラウンドを含めて支持する理由にもなっている。地元での成功を見守るファンにとって彼の成長はまるで自分たち自身の物語の一部であるかのように感じられた。